ブルデリ公式チャンネルをご覧の皆様、漆喰相談室の岩谷です。今回はですね、ぬりぬりを作ってる会社、田川産業っていう会社なんですけれども、その田川産業の新しい試みとしてちょっと新商品っていうのを開発させていただきましたので、そちらをご紹介できればなと思っていて、ただ単に販売するだけではなくて、幕開けっていうクラウドファンディングでリリースをさせていただいております。で、その商品がこちら。これニコイチでセットなんですけど、これが多分見ただけだと何が何だかわからないと思うんですけれども、我々が漆喰のメーカーになりますので、もちろんこれ漆喰ではあるんですけど、漆喰をタイル状に加工するっていう技術を使った靴の消臭剤です。商品名はデオドタイルって言います。今月、2023年の3月30日まで幕開けで先行リリースをさせていただいておりまして、残りの日数もちょっとわずかではあるんですけれども、目標値 2000% っていうのをちょっと超えてですね、多くの方に応援購入っていうのをしていただいておりまして、ご興味ある方は下の概要欄に幕開けのリンクっていうのを貼らせていただいておりますので、ぜひご覧いただけると嬉しいなと思います。で、そのページ見ていただけると、どんな色があるのかであったりとか、どういう使い方なのかっていう、商品の詳細も載せておりますので、こちらの方をぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。で、こちらのこの、いつものぬりぬりももちろんそうなんですけれども、漆喰っていうのは商品としてこう世に出ていくだけではまだ未完成の状態、いわゆる半製品って言われるもので、それがこう壁とか天井に塗られることで、ぬりぬりであれば DIY でこう塗っていただいたりとか、プロ向けの材料であれば左官さんが、壁とか天井に塗っていただいて初めて完成するものなんですね。完成して初めて漆喰の機能性であったりとか、その漆喰の空気感とかっていうのを感じて、漆喰の魅力っていうのはこうダイレクトに伝わっていくのかなと思うんですけれども、その漆喰の魅力っていうのをこう簡単に体感できるような場所っていうのも日本ではそう多くはございませんので、よりこう多くの方に漆喰の魅力っていうのを伝えるためにはどうしたらいいのかって考えた時に、小さなお子様からご年配の方まで、ほとんどの方が持たれてる靴っていうものにフォーカスを当てて商品化させていただきました。より簡単に、より身近に漆喰の魅力っていうのを感じていただけると嬉しいなと思います。今後どっかのタイミング、この動画を見ていただいている方っていうのは、そう遠くない未来で漆喰であったりとか塗り壁っていうのをこう DIY でやろうと考えられている方っていうのが多いとは思うんですけれども、例えばこう家を建てたりとかリフォームしたりとか、店舗お店を構えたりとかっていう時の内装材をこう選ぶ選択肢の一つとしてですね、漆喰っていうものがこのデオドタイルを通して選んでいただけるととても嬉しいなと、この商品を作ってよかったなと思えると思いますので、幕開けでのリリースっていうのは残りわずかにはなるんですけれども、この動画を見ていただいた方に、我々の思いみたいなのがですね伝わると嬉しいなと思います。今回はちょっと告知ではございましたが、引き続きぬりぬりの動画も更新してまいりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。岩谷でした。